今日若林区で川遊びをしていた20代の男性が川に流されました警察と消防によりますと今日若林区道場の広瀬川で川遊び中に友人が流されて行方が分からなくなったと一緒に遊んでいた人から通報がありました流されたのは20代の男性とみられ 当時広瀬川で複数の友人と川遊びをしていたということです。通報を受けた消防や警察が捜索を行っています。え今日若林区の広瀬川で川遊びをしていた20代とみられる男性が川に流されたとの通報があり、現在捜索が行われています。